せーのアメイジングレディオパフォーマーズオンザウェブさあ始まりましたアメイジングレディオパフォーマンスオンザウェブ,ままウェブ3月27日の放送ですえー、みんなだからこの時期は春休みですかねあそっか春休みになるんですねしんじくんはいつもやったらスイスに行ってますよねまあそうだね、まあ、去年も行けなかったけど、まあ、行けないなりの楽しみ方を探すつもりですおすすめがあるね<ん>春はね 瞑想にぴったりなんですよ<ー>瞑想、うん、レイジ君が春の日差しの中瞑想してる、うん、そう横には猫が丸くなって寝てるいいね。テーブルにはダイヤさんが入れてくれたお茶が置かれてる、うん、マジレイジ春だからもっと活動しろ <laughs> なんか田舎のおじいちゃんみたいであ、ね、おじいちゃんって言うなよお前 えでもねダイヤみたいにね冬眠から覚めたクマみたいに街に出てこうイサをくるああみたいなふうになっちゃうふうにはなんないんだよレイジは、ね、お上品なんだよレイジの方が誰誰やったんやろ <laughs> <laughs> ランヤさんはでも季節関係ないですよねおいレイジレオン覚えとけ僕何も言ってないですよお前レイジレオン覚えておけいあでも春はさレイジとばっちりいやいや 彼はみんな聞いてウキウキするでしょ。<laughs> うん、ね新しい学校やそしてね新しい職場そして新しい都市でのね生活の方とかもいるし、もう人生が大きく変わる人もいるかもしれないわけですよ。うん、はい、新しい出会いが待ってる季節ですね、うん。僕横浜に来て新しい出会いが待ってましたから、うん、だからいい思い出ばっかりです。でしょうん、あでも以前レオンくんのお母様、はい、まあの。 僕のプリンセスがおっしゃってたんですけど強調すんなでもお母様がレオンは横浜に行って数週間ホームシックで電話してきてたんですよってもうねなんかでも皆さんが言ってくださって本当に良かったですってレオンはさ意外にすぐくよくよするからなそうなんだよこいつがねくよくよするとねなんかねちょっとねうざいんだよね仕方ないやんお母さんがレオンは感受性が豊かやねって言ってたから まあ、シンジ君の泣き虫とはちょっと違います。え、ちょっと待って。<laughs> いや、確かに違うよ。そういう方向性で、泣くは <laughs>、うん、僕はないと思うんでね。<笑><笑>はい。何はともあれね、今年も春も、えー。いい出会いがありますように。それじゃあ、今日はですね、みんなの近況とかをね、聞いていこうかなと思います。はい。ね。もうそろそろ春、春休みということですけど。うん、そうなんですけど。学校もずっといいスクールやし。なんか春休みっていう実感ないんですよね。 まあ、ずーっとお家だもんね、うん、まあねそうだよねなんか春休みになっちゃってさこう学校とか行かなくなくなっちゃうとさもう今日何曜日だったんだっけなってなっちゃうじゃん時間割わかんないからさ最近も全然曜日感覚ないしさデブー曲違うデ,ブデビュー曲僕の記念すべき太 <laughs> 初めて太った曲って <laughs> デブー曲<な> <laughs> 時間差突っ込むやん <laughs> <laughs> そこちょっともう見逃せないなと思ってさっきのところ <laughs> <laughs> 面白いなと思ってね <laughs> ちょっと寂しかった誰も何も言ってくれへんから <laughs> そう流し込めばいいのかなって <laughs> ちょっと面白いなと思っちゃってねまあでもやっぱり学校行ったり行かなかったりやもんね <laughs> まあそれなあまあずっと夏休みだったらいいのにとか思ったことあったけど実際ほとんど休みになったらほんと退屈だよな <laughs> いやあの, <laughs> あのお休みじゃないけどね イー、e、スクールはちゃんとあるし、ちゃんとこれ機能してると思うけどね。うんうん、いやいや、信じ。<え>ちゃんと考えて。イ、ね、ー、e、スクールあの、授業はあるじゃん。なんだけど、うん、ダイヤはね、授業を受けに学校行ってるわけじゃないでしょ。<え>ね、休み時間にもバスケットボールをしたり、あとは屋上からねあの女子生徒を見たり、あとはその階段の下から女子生徒を見たりとかっていうのが学校生活。それは犯罪だろう。<笑><笑>それはちょっと。<laughs> やってるだろう、<laughs> お前。やってねえわ。<laughs> しかもそれセ99%それなんのあいつは。<laughs> ダイヤにとってはこのイ e スクールはもう学校が無に等しいんだよわかるか最後の一個だけは絶対的に否定させてもらうひどいひどい学校が無なの無いやでもほんまですよねお前俺やってねえからなほんまですよねって言ったら悪いけどそれはさすがにない今のどこにかかってるかちょっとわかんないよねほんまですかね違う違う本番が違います 何がね学校がなくなったらつ,つまんないのがほんまですだろっていうかまあでも学校はともかくさ、まあ、コロナでこの,この今のこの収録もね、まあ、正直割と、あのー、ありがたいイベントになってきてるぐらいなっちゃってんじゃん <laughs> いや割とありがたいってそれまではやや迷惑だったみたいなまあまあのそこまでは言ってないけど いやいやいや迷惑くらいだね <laughs> そうだでもみんなちょっと正直曜日感覚鈍っちゃってるでしょま、うん、あまあまあまあ平日は今ツッコむとこやで <laughs>、うん、今,今,今みんなあえてスルーしてんだよ <laughs> ま,あま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 あじゃないの今のは <laughs> そう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 いそう,いうことあそうそう,うことっそうそ <laughs> うそ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 うたうそ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 う 平日やなって思いますうん、うん、なるほどね、うん、それは俺も金曜日になるとそろそろ週末の買い出し行かねえとなってなるな <laughs> 大変だよねダイヤ君は、うん、でそういう場合じゃなくて授業をちゃんと受けてね分かってるみんなあいいスクール、うん、最近ダイヤさん学校が休みでで平日でも暇やから、うん、なんか 作るることがあるんですよいやだから休みじゃないですからねって<ー>ずっと言ってるのにカレ,<え>カレーに休みはないから、ね、<え>カレーを煮込むから平日から作るみたいなやつやってんのよえ,ー、えスパイスから作るみたいないやまだそこまで言ってなくていや普通に市販されてるルーで作るんだけど2種類使うのがまあ味噌なんだよ、うん、であとはオいスパイスかなオいスパイスでもね玉ねぎはちゃんと丁寧に炒めてるそうなんだよももううねねねねこいつ、ね、玉ねぎのみじん切り、ねもう プロだねで最近ねこうお店で出てくる感じの香りになってきてんだよあすごいほんまレベクロさんの部屋からいい匂いしてくるんですよカレー作るときって玉ねぎ炒めんだけどそのまま炒めてるとやっぱ焦げつかないようにずっと見てないといけないだろあれねお水をひたひたぐらいに入れとくとちょっとほっといても焦げつかずに玉ねぎに火が通ってくれるからね<ー>マジ豆知識 その間に違うことできるから出ました<ー>料理の裏技ありがとうございますねコロナでこうおうち時間増えたせいで男性も料理する方ね増えてきてますしねいや実験みたいで楽しいからなやっぱおまけに食えるしつうことで俺も実験授業は自主的にやってるってわけうん、うん、そうなのまあまあでも美味しそうだし、うん、それはそれで ちゃんとね人生の役には立つよねそれだよ、うん、教科書に載ってることより全然人生に役立つだろレイジやシンジの方が俺は心配だよえ、お前ら生きてけんのかいやいやレイジはダイヤがいるから別にワイルドライフ系になったらもうそれ任せられるじゃん僕もダイヤさんいるから大丈夫ですお前はダメだろ両方とも心配だろうお前は <laughs> <laughs> まあまあでもね今このねご時世に合ってますよゆっくり何かをするっていう行動はね シンジ君も何かかありますかこういういのはあそうです、ね、僕は今自分でコーヒーを挽いて入れるのが、まあ、ちょっとしたマイブームになってますねあらーコーヒー豆を買ってきてですかはいあの、まあ、平日はパックので済ませるんですけど週末はね少しこう道具を出すところから始めてでコーヒー豆で味と香りが全然変わってくるのでこれちょっと楽しみの一つですねあとねやっぱ入れ,入れ方 もう結構こだわってきちゃってあーなるほどねあのジャク猫に一回食べさせてそのお排泄物をおかわしになってるってやつですか <laughs> あのそれはねあのポンと言われても聞いてる人は分かんないからね何、まあ、コピールクって言って、うん、まあ本当にねそれは本当にあのこう猫の糞に含まれている、うん、う消化されてないコーヒー豆を使っ,って作るコーヒーっていうのがちゃんとあるんで。そうそうはい まあこれはね独特のバニラみたいな香りがして、そうそうこれすごい高級品なんですよ。めっちゃ高いよね。そう。 じゃ、ね、こうねこのふんに含まれたコーヒー豆をよく洗って乾かして乾かしてないし長いボケツッコミだなやらないですよこんなの <laughs> <う>まずじゃこうねこさんにお願いしなきゃいけない食べていただかなきゃいけないとこからやるんだからう、ね、<laughs> もう説明しないとわからへんやつやったからシンジ君はコーヒー畑から買ってるんですかどういうこと畑を畑を買うの 畑を買収するってこと違ういや、買ってるわけないでしょ。え超,超意外なんですけどいやいや、いそんなことない。だからコーヒー,、あのー、なんでこんなになっちゃったんだろうな。<laughs> だからコーヒーはまあお店によってね、全然違う味にするっていうのがあってで、それこそこう、同じものを作るっていうのが至難の業なんですよで。安定した味を提供なさるお店はすごいなって思いますけど。 さ、はい、昔コンビニ初心者だった頃、うん、セブンのコーヒーヒうまいって言ってて言たよなあセブンイレブンのコーヒーね美味しいですもんね。うん、そうそうあのセブンイレブンのコーヒーはこう豆からこう焙煎方法から何かこだわって作ってるみたいなので,でスターバックスさんはスターバックスさんにやっぱりこうミルクとかそういうトッピング系にもこだわってるみたいだし横浜には新しくラルフ・ローレンがプロデュースしているラルフズ・コーヒーっていうのもあるしこうブルーボトルもできたし。 それぞれがこだわりを持ってるのでお店で買ってきていろいろテイスティングするのもちょっと僕の楽しみの1つになっておりますうん、うん、でマンデリンの苦みとかこのモカの酸味とかちょっとずつ違いが分かってきたので結構楽しくなってきてますよ、はい、今度はねジャコウネコさんは使わないけど自分で焙煎とかちょっと。 してみたいなとは思いますねはいこれはね素敵な趣味かもしれませんねなんか一生できそうな気がする確かにさあそしてレイオン君は何かありますかそういったハマってるものはあんかそんなすごいン司君におしゃれなやつ取られたんでそんなおしゃれなやつないですよいいのいいの普通のでいいのやってんのじゃあビーズログのインタビューでも話したんですけどネットフリックスで映画見てます何見てんの 最近面白かったやつがゾンビランドとか新幹線とか<ー>反応すいやもう知らないから <laughs> いやゾンビランドいや面白い面白いゾンビモノはもうすごいよ、うん、そんなに面白いのドキドキするし、うん、もうなんかこう誰かを守るためにここは俺がみたいなとことかも結構泣けたりするんやなるほどなそれ怖いの怖いです あ怖いんだいやゾンビランドは怖くないですよ面白いんです<ー>面白いはい怖くないゾンビ映画、うん、で新幹線は最後は感動するんですよえそのまず、あ、怖くないのもあるし、うん、えっと感動もすんのそうゾンビ映画なんでしょでもでも感動すんの今のゾンビ映画はすごいんやで何ただのゾンビじゃないねん どう、どう、どういうこと、とかね、そういうこと。ゾン、ゾンビを、ああゾンビを題材にした。ああこう、ヒューマンドラマみたいな感じ。え、青春ものみたいな。そ,そう。えー、なんでゾンビいらなくね。どんなの。<laughs> ゾンビが、前もラジオでやったじゃないですか。<う>ゾンビに、なったら、どうするっていう。あ,<ー>なんかあったような気がする。あの、究極の選択みたいなところが、ちょっといいんですよ。 だからあれをしんじくんの家の大画面で見たいんです<ー>そしたらもっと面白いやろうなって思って <laughs>、ね、でも最近はもう暇すぎて僕もダイヤさんみたいに料理作ってみようかなって思ってるんですいやいやいやお前やめとけよえ少なくともイジ食わねえからなお前のはうん、まあ、ダイヤさんみたいにちゃんとした料理は無理やから、まあ、袋麺をいろいろ改造するやつとか改造派、はい、やってみようかなって。 こう家系ラーメンに和風のだしを入れたり<ー>こう塩ラーメンにチーズを入れたり<ー>なんかしたらどうかなって意外と合うかもなでもレオンのことだから、ま、なんかもっと奇抜なのが来ると思った <laughs> 奇抜なつもりでしたでもお前の日はキッチンないからさ <laughs> あまさか俺たちの部屋でやろうとしてんじゃないよなもちろんダイヤーズキッチンで作りますよえたバクの部屋はちっちゃい冷蔵庫しかないもんじゃあやめとけ俺が片付ける未来が見えてるから <laughs> <laughs> 確かに 確かにじゃねあしんじくん家でやりますシンジくん作らなくていいんであ,あえお手伝いしなくていいのお料理はしなくていいですよお買い物とお片付けの係になってくださいそ,うそれがいい<え>それがいいそれがいい買い物 <laughs> 買い物僕がするそうそうお前が買った方があのいい食材とか集まるかもしれないそうだろな <laughs> であ すぐ,すぐあの直前ホットラインあるだろうお前がピッてやったらパッとくる加納<え>家御用達の執事,執事とメイドさんたちのサポートが来るから加納家でやったほうがいいよこれお願いしますぜひねお料理やっていただきたいさあそしてレイジ君は何かありますかまあ今の話の流れかてやっぱレイジはね趣味いいよ、うん、最近カレーだねあら レイジ君もカレーを作ってんのいやだから違う違うダイヤの作ったカレーを食べログ評価していくのに忙しいえ食べログ評価をややってるのやってんの割と厳しめなんだようんうん食べログなんてもうそのお金払ったら四点とかつくけどレイジやめなさいそういうの全然通用しないよそういうのはカレーは奥深いからねじゃがいもを入れるとね味がぼやけんだよえええそうなのダイヤ君 うんレイジャーいつもね今日のが一番うまいしか言わねえよ<ん>つうかじゃがいも入れると味がぼやけるって俺が言ったやつじゃねえかよいやいや,いや <laughs> 違うの違うの言うとき言ってんだよほんとお前聞いてないんだけどね今のところはねまあ大体まあそう3.7とかかな結構いい感じ <laughs> 結構いい感じ<え><点>それは何だろうえ食べる評価だよあそれは点数の評価ですねい三3.5超えていくと結構名店だからあそうなんだ あのー、ほらたまにはさダイヤもさ「なんじゃこりゃ」みたいな「このカレーはさすがに食えねえな」っていうカレーをちょっと作ってみろよいやカレーで「何これ」っていうの作る方が難しいわ、うん、<laughs> な,なるほど <laughs> でもなんかあれですね皆さんおうち時間いろいろねやられてますね うんまたいつかねしんじくんのコーヒーのお話ですとかダイヤくんのカレーの必殺のレシピの話もね聞かせていただければなと思っておりますということでお時間が来てしまいました星野さん僕の絶品チーズダッカルラーメンはなんてなんて一回聞いてわかんないな僕の絶品チーズダッカルラーメンはうまそうな気がすただの早口言葉一回写真をね送っていただいてそれからみんなで判断しますんでねまず頑張りますはいということで雨 ラジでは皆様からのメール募集しております自分や周りで流行っているもの、地元自慢、この番組で取り上げてほしいこと、ARP メンバーにやってほしいことなどなど、どんどんとお寄せください。ということで、お相手は ARP メンバー。じゃあ家を楽しもう、サブメンバー。レベルクロスレイジおすすめカレーあったら教えてくれ。レベルクロスダイヤ。コーヒーにまつわる思い出があったら教えてください。信じ。頑張って料理した人のメール、募集中。レオン はい、どんなメールでも大歓迎私星野拓也でお送りしました。